はい、皆さん、毎度毎度。はい、コメント返しね。アンピンセブンさん、アンピンセブンさん、ブリーチもっと見たいです。ブリーチね、うち来るとしたら本当に1年で1人か2人ぐらいしか来ないのよ。だからね、忘れちゃうんだよね、やり方ね。で、今回ね、若い先生にね、若い先生やっぱり毛染めるうまいよね。塗り方もすごいよね。ロングの毛が多い人来たら、本当 800cc 塗るとかさ、もうちょっと、一桁次元が違う塗り方するよね。で、たっぷり塗れって書いてあるしね。ブリーチ剤にもね。やっぱあと、毛先とか中間部分、たっぷり塗らないとコーミングできないからね。で、すぐさ、本当にたっぷり塗っとかないとさ、カサ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 、なんか乾いちゃうよね、毛先なんかね。だから本当にたっぷり塗るっつうの？まあ、これがコツだよね。まあ、これ聞いてたからね。もう遠慮なし。だから、まあ、ブリーチ剤だからったって塗るのが手間と一緒だからね、普通の白髪染めとかね、おしゃれ染めと同じに考えるとね、量も使うしね、手間がかかるよね。塗りムラってのは必ず起きるからね、本当二度塗り三度塗りってのは必須なんね。とブリーチで一番わかんないのはさ、ブリーチって白い粉じゃない、白っぽいじゃない。あれを塗っとくとさ、結構黄色っぽいとかさ、オレンジゴールドだっても白っぽく見えてさ、もうこれぐらい抜ければいいんじゃないかなと思って洗うと結構オレンジゴールドで抜けが足んないっつうの。うちがね、前ブリーチでやった感じだとね、ウィッグだとね、1時間ぐらい放置した方が白っぽく抜けてたんだよね。30分で洗うとやっぱりね、抜けてないんだよ。なんかブリーチでは置けば置くほど抜けるっつうの。なんかオーバータイムが30分じゃなくて1時間とか1時間半ぐらい長いような気がするんでね、オーバータイムというか薬の効力がなくなるまで。ホワイトブリーチするときさ、二度染め三度染めってブリーチ塗るじゃない。あれ一回塗って30分ぐらい置いたら洗って乾かしてもう一回塗布するじゃない。で、それでもう1時間ぐらいかかるよね。洗って乾かすだけでも20分ぐらいかかるからね。で、ブリーチした後の髪って乾きにくいから本当に15分20分かかるからね。で、それからもう一回塗るわけじゃない。そうするとその1工程ね、1時間ぐらいかかるわけじゃない。だったらもう1回で大量に塗ってそのまま洗わないで1時間半放置しちゃった方がもしかしたら抜けるんではないかと。で、ブリーチ剤を2度目塗るとするじゃない。2度目塗ってもプロ髪をさ、まず1回目さ、パーッと金髪になってくじゃない。オレンジゴールドぐらいに、そういう勢いでは抜けない気がするんだよね。うちもまだまだね、経験値が足りないからね。またね、何かお客様来たらね、で、もっと白くしたいという人来たらね、ほんと一回でね、たっぷり塗ってね、1時間半ぐらい平気で放置時間置いちゃおうかなと、そういうことも考えてるね。あとね、毛染めをね、いかに早く塗るかだよね、最近のテーマね。最近はもうコロナ関係でね、来店サイクル伸びてっからね、根元ね、1センチ以下で来るって人が少なくなってからね、やっぱ1センチ半伸びてる、2センチ伸びてる、3センチ伸びてるね。で、そういう時ね、やっぱり、ちょろっと取ってちょろっと塗ってるじゃね、手返しが多くてね。だから、なるべくコームの、ブラシの、あそこに、ブラシにね、毛染め剤をどこまでたくさん乗せるかね、たくさんつけたやつをそーっと塗布していくっつうの。だゆっくり早くやるっつうのかな。こんなね、ペって分けてね、ペッペって塗るんじゃなくて、ここでほら、ちょっと、これ今もう一回塗り終わった後かな。ここでもういかに大量につけとくか。そんでもって、塗るときに押し込むっつうの、髪と髪の中までね、地肌の中まで。これちょっとまた考えるようだね。はい、お疲れ様でした。